キックオフです。下げてここはフレッチャー、サイドチェンジ、左からの攻撃に変わります。中には一人、前線長いフィードですが誰もいない。エトー、左サイド上がっていく、守りを固める、抜けてくる、反撃を縫って出てくるのがコーナーキックになります。ここは集中した方がいいですね。おっとショートですね、左から誰か入る、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。マンユー結局このボールを奪いました。マンユーとしてはね、まあうまく守れてると思いますよ。中に誰か来てますよ、流し込んだ、追っていく、一人で侵入していきます、走りを演出、シュート、手で弾いた、チェック、負けてないですよね。真ん中から走り込む、左に振って、北澤さん、何でしょう、まだ始まったばかりなんですが今のところどうでしょう。そうですね、両チームとも打っていますから今のところいいですよね。リズムもいいですね。そうですね、あっと、いい形で右サイドから攻めていきました。そうですね、うまく形作れましたよね。サムエル、チェック、ああフォロー遅いですね。落とします、強力なスタミナの持ち主、縦へ、両サイドよく動いてますね。エトー、どうなるのか、チェックを、と奪った、おっと笛が鳴っていました。オフサイドですね、やや飛び出しすぎたようです。チェック、前方へ、しかし追いかける、前半30分を回ろうというところ、チェックに行く、中にスッと入ってきますね。パスを出しません。先制点のチャンス、チェックに回る、なんとかクリア、ここは阻まれました、うまく受けました。オーウェン、ルーニー、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ヘッド、ゴー、先に決められるというのは選手にとってどうなんでしょうか。そうですね、まだ選手に返そうという気持ちはね十分にありますよ。いずれにせよここからですよ。同点のチャンス、防ぎに行く、同点のチャンスだ、後ろからさらに行く、左サイドへ出す、素晴らしいディフェンス、
そのままいっか、これをブロックした。バックパス、左を使ってきた、うまくトラップ、中に一人いる、持ち込み、左足シュート、わずかに左へ逸れていきました。しかしすごいシュートでしたね。いいシュートでしたよ。かなり動いてきてますね。ゴール前を狙っています。守りが固い、シュートだ。インテル2本目のコーナーキック、ゴール前に選手が寄ります。さあショートを使います。左からスッと入ってきますよ。チェックに行く、合わせた、細かいボールの奪い合い、左に誰か来てます、よく守っている。ここでホイッスルが鳴りました。さあ北澤さん、はい、万有先制して前半を折り返せたわけなんだ。さあ後半スタートです。万有エンドが変わって右から攻めます。その反対側がインテル、真ん中に行く、キブー、さあシュート、ゴー。さあ試合は振り出しに戻っています。サイドからいい上がり方をしてますね。止めに行く、いい展開です。さらに返す、中央よく動いてますね。ゴール前を固める、強い、合わせて、さらに来る、まだボールは生きている。いいマークでしょ。攻め上がったんですがここはうまくいきません。右に誰か来てます。アプローチ、ヘッド、入った、ヘディング、いや。さあインテル、ここでまた流れを掴んでいます。今日は点の取り合いになりましたよね。ディフェンス、大きくサイドチェンジです。胸で落として、中に誰か来てますよ。右からチャンスを作った、危ないところでした。コーナーキックに変わります。ああこれメンバー変えますか。そうみたいですね。さあマイニュー、さあ中盤の選手を変えてきました。そうですね、多分守りに対して人数をかけようということでしょうね。そしてね、いざとなると展開力もあるんですよね。チャンスあらばもちろん打ってきます。縦に出して組み立てる、中にスッと入ってきますね。チェックに行く、ミドルで来る、ディフェンス守った、ルーニー大きく横へ運んでいきます。防ぎに行く、胸で落として、一人いい動きを見せてますよ。
遠目から行った。ゴー。さあマンユー、これ以上離されると辛くなります。ボールを受けて中盤でしっかり展開してますね。落としてやりからスッと入ってきますよ。ここはよく守りました。インテルボールになります。胸で落として時間は後半30分を経過しました。真ん中いい上がり方してますね。チェック、そこからキープ、守りを固める。流し込んで決めた。さあ3点差のついた試合となってしまいましたがいかがでしょうか。そうですね、試合運びとこう気持ちの両方で差がついてしまいましたよね。中央上がっていく、これはゴールキーパーよくキャッチしました。ヘッド、頭で繋いでる。いい位置からの展開ですね。チェック、右サイドエリア中に誰か来てますよ。ここは一難逃れます。いいディフェンスを見せます。一旦預けます。危なかったですね。いいところまで行ったんですが引き気味のディフェンス陣に守られた形。1対1、長いドリブル、中央よく動いてますね。さあ追加点のチャンス、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。あっとここで長い笛、インテル逆転で試合に決着。